はい、こんにちは。サッパ TV です。今回ご紹介する商品は、Amazon で販売されている外部マイクです。スマートフォンでもっといい音で動画を撮影したい方や、スマホで歌を綺麗な音で録音したい方、これから YouTube を始めたい方におすすめできる商品です。外部マイクなので、イヤホンジャックがあれば、カメラの動画撮影やパソコンの録音も綺麗な音で録音することができます。音にこだわった動画撮影をしたい方にはおすすめできる商品ですね。はい、出てまいりました。こちらがその商品ですね。本日おすすめする商品がこちら、外部マイクで綺麗な録音ができる単脚付きマイクです。 Amazon で5699円で販売しています。はい、それではね、こちらを開封していきたいと思います。こちらがパッケージですね。パッケージは写真が載ってますね。組み立てた時の写真が、このマイクとスマートフォンをつけて三脚で立てるとこんな感じになるっていう写真ですね。この写真を見ると結構本格的なマイクな感じがしますね。どんな音が録音できるか、後でまた実際に動画撮影してみましょう。こちらの側面にはモバイルフォン、カメラ、PC とか絵が書いてあって、いろんなデバイスで使用ができるっていうことを書いてありますね。ここにイヤホンジャックに差し込むタイプなので、多分ほとんどの音響に使えるマイクだと思いますね。こちらが裏面ですね。製品の細かい仕様が書かれていますね。それでは箱を開けてみましょうか。開きましたね。それではどんなものが入っているのか開けてみましょう。オープン。こちらです。まず最初に出てきたのが説明書ですね。ちょっと見てみましょうか。こちらが表紙になっています。絵が描かれていますね。ユーザーマニュアルと書かれています。最初に出てくるのは英語ですけど、日本語もしっかりありますのでご安心ください。こちらが日本語になっています。特徴、商品仕様が書かれてますね。こちらのマイクのタイプとしては単一指向性のマイクになっていますので、正面からの音を録音するのに向いてますね。なので歌を録音したりとかインタビューするときには向いてるマイクじゃないですかね。 YouTube で音にこだわった動画を作りたい方なんかにもいいかもしれません。こちらがマイク本体ですね。形は長細い形でガンマイクみたいな形していますね。まあ、大きさも小さくはないけど大きくもない、ちょうどいいサイズだと思います。ここにイヤホンジャックがあって、その下に回して締めるタイプのマウントがあります。これで三脚につけたりカメラにつけたりすることができます。こちらがマイクを取り付ける三脚になりますね。結構ずっしりしてて重くて頑丈ですね。先端に見えるのが三脚のネジですね。360度こうやってぐるぐる動くので、好きな角度で合わせて撮影することができます。これが足の部分ですね。足は三脚になってて、こう開くことができます。これ素材が鉄っぽい素材で結構頑丈にできてていいですよ。これが開いたところですね。そしてこちらがスマートフォンを挟める台ですね。この台が先ほどの三脚にくっつきます。でこれね、ここゴムになっていて、しっかりスマートフォンを入れた時に動かないようにグリップしてくれるからいいですね。こちらもね、鉄のような素材になっていて頑丈です。ここがカメラとくっつくシューマウントになってますね。でこうやって伸び縮みできるので、スマートフォンの大きさに合わせて挟むことができます。これがプラグのアダプターですかね。これが3極のプラグになってます。でこちらが4極のプラグ。スマートフォンで使用する場合はだいたい4極のプラグでいいんじゃないかな。以上が梱包内容となります。はい、それではね、実際に組み立てていきましょうか。組み立てはそんなに難しいことはありません。
先ほどご紹介したパーツをただネジで締め合わせればいいだけです。これが土台になる三脚ですね。そしてこのスマホ置きをこの三脚の穴に入れて回します。でこの台座も締め付けられるようになっているので、これで動かないように調節します。そしたらこれ今ねぐるぐる動いちゃうので、自分の好きな角度に合わせてこの右手に当たってるネジを回して止めます。こうですね。本当にね好きな角度にね合わせられるので、これは使いやすいですよ。そしたらあとはこのマイクをこの三脚にくっつけるだけ。これ三脚のこの部分がカメラのシューマウントと同じ形してるので、スライドさせてはめ込んで最後にネジで固定するだけです。簡単ですよね。なので今これはスマホを使ってマイクで録音する形になってますけど、カメラを使って録音するときはこのシューマウントをカメラの上につければいいだけです。あとは締めて固定するだけですね。これで完成です。出来上がるとこんな感じになります。かっこいいですよね。見た目なんかプロの機材みたいで。あとは自分の持っているスマートフォンをこの台にくっつけるだけですね。この台がね伸び縮みするので、伸ばしてはめ込むって感じです。こんな感じですね。いいじゃないですか。かっこいいですよね。あとはこのままだとねマイクが接続されていませんので、マイクとスマートフォンを接続します。で今回ね、私これ iPhone7 なんだけど、 iPhone7 はイヤホンジャックないんですよ。なので別にアダプターが必要になります。次はねカメラの接続のやり方だけど、私のこの一眼レフ古い8年前のカメラだから、シューマウントがちょっと形が違うのでアダプターをつけます。最近のカメラはみんなシューマウント同じ形なので、このままはまると思います。あとはねここのシューマウントにスライドさせるだけですね。で最後に同じようにネジで締める。取り付けられたら、あとはこのイヤホンジャックをカメラの音声入力端子に入れるだけですね。いかがでしょうか。なんか急にごつくなりましたね。本当はねカメラの音声で比較動画やりたかったんですけど、まあ、今回スマホの方が需要あるかなと思ってスマホで音声の比較やりました。というわけでこちらのねレビューしたマイクを実際使ってみたいと思います。久しぶりに公園に来たんだけど、なんかもう秋の景色になってますね。ちょっと見てください、この落ち葉、もう秋らしくなってきてますよ。秋だね。じゃあちょっとここでこの公園のね音をこのマイクで取り比べしたいと思います。これがご紹介したマイク、結構かっこいいんだよね。で足もねこう握りやすくて持ちやすいんだよ。じゃあちょっとやってみようか。で、まあ、これ付属のコードなんだけど、これをここに挿して、まあ、延長コードっていうか、まあ、音のコードなんだけど、でなんかそのままだと今の iPhone は何て言ったら、今の iPhone は端子の名前忘れちゃったけど、今 iPhone 端子が違うから普通のこの音声のジャックがイヤホンジャック入らないから、まあ、それを変換するコードが必要になってきますね。必要です、これ。であとなんかブログで読んだんだけど、二股の音声とイヤホンを分岐させるコードも必要みたいで、なんかそうしないと認識しないみたいでね、マイクが。なので今回これも使います。でこれを合わせていってこうか。これで iPhone と接続して
動画を撮りたいと思います。で、普通に撮ってみた iPhone の動画とこのマイクを使用して撮影した動画を比べてどれぐらい違いがあるのかやってみたいと思います。まず普通に iPhone で撮影してみましょう。まあ、iPhone はね、いつも使ってるやつだからどんな風に撮れるか分かると思うけど、まあ、これが普通に通常に皆さんが使ってる iPhone を動画として撮影した時に撮れる映像。音入ってるかね。これがね、僕の声ですね。まあ、これは普通の iPhone のマイクなので、いつも通りの声だと思います。何撮るか、ちょっと落ち葉を蹴ってみるか。落ち葉を蹴ってどんな音がするか。どう？聞こえてる？はい、 iPhone にマイクを設置したところ、まあ、使い方はもう普通にあと録画すればいいだけ。鳥の音がすごいするね。なんだろうね。ちょっと落ち葉も蹴ってみるか、同じように。風の音はどうかな。マイクを今ね変えてるんだけど、しっかり風の音は取れてるでしょうか。はい、というわけで三脚付き外部マイクのご紹介でしたけど、いかがだったでしょうか。実際に使ってみた感想は、もともと iPhone の音もそれなりに悪くないなって思ってたんだけど、こちらの外部マイクの音と比べると若干高音だけで薄っぺらいような音に感じましたね。なのでこちらのねマイクつけると、なんかいろんな音も拾えるんですよね。低音もよく聞こえるし、特にお店の中で周りのガヤガヤしているお客さんの声なんかも聞こえるようになって、なんかこういろんなね本当音が拾えるなって思いました。普段録音できないいろんな音を拾えるから、その音を聞いた時にリアルに聞こえるんですよね。迫力があるような音、なんか臨場感があるっていうのかな。やっぱりそこは外部マイクの良さなのかなって思いました。特にね、最後のサイゼリアのチョリソの音なんかは違いが出てきましたね。やっぱりマイク使った方がこのジューっていうただの音だけじゃなくて、なんか高い高音のジューみたいな音とか、ジュ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 みたいな
いろんな音がこうあの器に跳ね返ったりして油がパチパチ弾ける音、あれがリアルに聞こえて臨場感が出てたなって最後思いましたね。はい、というわけでそろそろお時間の方がやってまいりました。この辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。